はい、こんにちは。このビエラ、勝ってる、勝ってない、どっち？わかります？俺はね、事前に企画説明聞いてたからわかるんですけど、そうなんや。ちょっと動画の内容。はいはいはい、俺今初めて知ってるからな。だからサムネに、よくポケモンと自分の顔を載せるサムネを多用されるじゃないですか。まあまあ。多分、そのサムネの顔の部分だけ切り抜いて、俺、勝ってる、負けてるみたいなクイズを作ってきてるんですよ。なるほどね。あのビエラさんの対戦中の顔を1枚見せるんで、スクショしたやつを見せるんで、この場面が果たして勝ってるのか、それとも負けてるのか、どっちかを当てたら、いや、ちなみにね、あの俺は自信ないですよ。いや、これさ、ただのさ、俺からしたら運ゲーだと思って、コインの表か裏か当てるの。めっちゃ喜んでたら勝てるかもしれへんから。いや、分からんのよな、どっちか。絶対、なんか喜んでる表情の結構激しめの表情のやつと、悲しんでる時の結構激しめの表情のやつ、多分一緒なんですよ。違います。運ゲーだから、運ゲーだと思ってるんだけど。全部はぁーみたいな顔してるじゃないですか。まあしてるけどもね、勝ってる時も負けてる時も。じゃあやっていきます。はい、まあ、一応詳しいルールとしては、はい、別にその試合が勝ってる勝ってないとかじゃなくて、まあ、その場面で、まあ、なんか喜んでるか、まあ、喜んでるか。ああ、だからポケモンでいう例えば、まあ、こっちが、まあ、命中救助の技を使った時に、当てたか外したかみたいなやつ。まあまあまあ、そうですね。自分がいい状況になったかなってないかみたいな感じでやっていきます。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、1問目はこちらです。ちょっとまず聞きたいんですけど、あのこの状況が何の進化とかは、これを見た時点で分かるんですか？いや、マジで分からん。いや、なんかね、ヒントとしてはね、これなんかポッチャマの髪留めしてるじゃないですか。あれ多分最近してない、うん、え、あれ違う、あれ多分ドンキホーテのドンペンちゃんじゃない、あれ。あれポッチャマじゃないよ。ドンキホーテのドンペンちゃんのヘアピンもあるから、俺実は。あ、なるほどなるほどなるほど。どっちか分からんけど、ちょっとドンペンちゃん寄りな気がするけどな。いや、これ何のシーンやろこれ。あの、何このシーン。このシーン、これ何。いや、分からんけど領域展開してるもん、なんか。何この手、サイドチェンジとかしてるかな。え、この手、ちょっと、え、フラトラさ、このクイズ作ったから、もうこれがどういうシーンの、そのどういうテンションのビエラさんかっていうのは全部分かってるの？まあ分かって、相手分かってます。え、これ手関係ある？手は、まあちょっと関係あります。あるの？表情から、感情を表してます。あ、いや、これは勝ってるでしょ、さすがに。いや、俺もね、勝ってると思いますね。で、ちなみにこの手も意味あるみたいに言ってたから、そう、考察としては、多分これからこうなったんじゃないか。このOKからなんか歓喜守って、っ手が開いちゃってこれになってるスクショじゃないかなと予想します。なるほどね、こうから派生か、はい、俺も勝ってんじゃないかな、これ。さすがにこの表情勝ってますよね。めちゃくちゃ、いや、これはね、来たーみたいな顔してるもん。特に喜んでるよ、これは。正解はこちらです。あ、ダイパじゃん。だいたいね。ということで正解は勝ってるということです。確かにこれ関係ありそうな。これ爪？爪みたいなもの。多分関係ないだろ。全然関係ない。まあまあ、さすがに。なるほどね。先生の爪でクソ運ゲーした時よ、これ。まあ、ギリ当てれそうだな、この感覚が続くんだったら。うん。じゃあ第2問、はい、こちらです。負けてそう。いや、ちょっと渋い顔してる。渋い顔してる。みたいな。みたいな顔してるけど。でもこれあれじゃん、結構最近ですよね、あのカンゴールのあれ来てるから、うん、B のダイパリメイクじゃないよ、多分。もう買えないやつね。そう、いや、まだ買える、まだ買える。まだ買えんの、これ。まだ買えるんですか。8月1日まで実注してるから。俺も買ったけど、まだ届いてないっすね。あ、そうなんや、はい、届いてる人もいるらしいから、ね、はい、さすがにこれは負けてんじゃないの。しかもそれで言うと、これってさ、多分結構新しい濃厚な話じゃないですか。いや、だからなんか、これ寒いの画像じゃないもん、これ。あ、動画内の画像、動画内やから、これ。いや、さすがに負けてる。これは負けてるね。ああ、じゃあ、正解の VTR はこちらです。ああ、が、ヒルンダ、絶対ヒルンダ。これヒルンダじゃない。あ、倒されてるの。倒されて、倒されて、
負けてるやん。微妙なシーンすぎるやん。というわけで純粋に負けてる。引っ掛けの引っ掛けみたいな。なんか対戦中に嫌なこととかがあったわけじゃなくて、負けてあの表情だっただけ。シンプルに負けた。次はこちらです。いやなんかちょっと微妙なの来たな。ちょっといやいやなんか驚いてる感じじゃないですか。喜んでるとか悲しんでるとかの表情ってよりはなんかちょっと驚いてる感じの表情になってて。いやこれはねこれはむずいな。これ絶対相手のご自慢のコンボ決められてる俺的には。あ、そうなんですか。俺は勝ってる方かなと思ったんですけど、なんか相手のご自慢のコンボ決められてるよりだったらマイナスよりってこと、マイナスよりのビエルってこと。でも決められてもう勝つ時もあるから微妙やけど、これは負けてるわ。あ、俺でも第1巻勝ってそうだなだったから。俺1回ビビってからその後もう1個波が来てさらにボコられてると見た。俺の予想では。じゃあ回答が、はい、はい、正解の VTR いきます。おっ、ゲース。あ、これ能力上がるんじゃない。この感じだと OK。 うわー。うわー。というわけで一応負けてるということです。まあ、マイナスの B でしょ。そうですね。普通に原子で 10% 引かれただけの時の表情の人。高すぎる。なるほどね。しかもオッケー言ってましたよ。何のオッケーなんだろう。多分なんか神谷とかよりマシなんかなみたいな。オッケー。原子ダメージ全然出へんやみたいなノリやったけど、オッケーっつってたらなんか10倍引かれて、おいちょっと待てみたいになったってことね。マジか。というわけでビエルさん1ポイントですね今のところ。あ、これですそういうあの勝負形式だったこれ。一応ね。一応あったら面白いから。第4問こちらです。これは結構前です、ね、髪長いし。髪切ってから1年経ったらしいですからね。うん、断髪から。どうしようこれ。なんか歌ってないこれ。歌うときこんな顔せえへんやろ。歌ってない。なんかこれこれはどうやん。いや、これ勝ってるな。これ勝ってます。これ勝ってる。いや、これはこれはえ、だってこれ、オケーイのあの、絵の発音してる時のビエラさんじゃないですか。いや、これは負けてるわ。俺本人やから分かるもんね、絶対。いや、まあさすがにね、今のところしかも全部正解してますしね。いや、これ、おえーいな気がするな、負けの。違うかな。何が違う。正解はこちらです。おぉ、剣盾。いや、相手に技撃たれてる。これ、死急所で死んだ。ウェー。思ったんと違う。一応勝ってる。いや、そう、勝ってる。耐えたからウェー。オッケーじゃなくて、おえーいな。当たってたら、それは当たったのに。当てた。オッケーじゃなくて、喜んでた、やばい。むずいってガチで。第5問はこちらです。なんかちょっとケース、テイスト違いますね。驚いてんな。え？みたいな。え？みたいな。これなんか感覚的にはえ？の表情です。え？うわみたいな。これはさすが俺負けてると思いますよ。なんか自分が使ったポケモンの技が弱すぎた時の表情っぽい。え？みたいな。え？弱みたいな。これは。あ、逆もあるな。え、強い。え、強とか、え、弱でしょ、これ。だから負けてるよりだよな、普通に行くと。いや、これ勝ってますね。いや、これ、やばいっす。どう見ても負けてるもんね。俺、うますぎやんの時の顔やもん、絶対。あ、うん、そういうパターンもあるのか。じゃあ、正解確認しましょう。いきます、ね。自分で自分に驚いてるってことね。え、でも投げつける型あんまり強力なボルトロスじゃない可能性が非常に高まってまいりました。砲撃神神当たった。何が神なの。
あ、これワンパンで倒せたからワンパンで倒せると思ってなかったらワンパンで倒されたから倒せたあの表情のやつってこと勝ってるいやすごい、しかも考察結構合ってたしいやでもなんか馬とかじゃなかったっすけどね、普通にちょっと違うかったな、ちょっと違うか自分の想像以上の火力をポケモンが出したことに対する驚きだったじゃあ第6問いきますね。第6問は、はい、すごいなバリエいやバリエーションがすごいこれは何やいやこれはとんでもない行動を相手にされた時に出す表情なんで、うんうん、負けてます嘘やん、負けてるってかマイナスですこれは、はい、これむずいなこれは負けてるか、さすがに、さすがに負けさすがに負けてる気がしてきたな、確認しましょう、これっすなら不思議な守りになるよな、確か着火剤、いや分からん分からん分からん、コンボ分からん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 、コンボ分からん加減クラスの トレースでうわーっちゃーどんどん不思議な守りきてだから、はいはいはい、これとんでもないコンボを決められてる時の顔ってことねなるほどね、ここか、いや一旦俺のポケモンに不思議な守り渡されて、それを相手がトレースするっていうっていう、だから相手にコンボ決められてるってことですよね。なるほどね、じゃあこれは負けてるわけか、負け寄りですよね、そうですね、めちゃめちゃ負けてる、確かに一回なんか来てよ喜んだときにトレースされてるっていう、確かに言うてね、自分のポケモンが不思議な守りになったらそれ強いからな、うん確かにそれで喜んでたのかなんか不思議な守りくれないんやけどってラッキーラッキーっつってじゃあ第7問こちらですこれは勝ってるやろさすがに、あ早い、これ勝ってんだ、えこれ俺負けかなと思ったんですけど、えマジ、キョトンとしてる顔じゃないの、あ勝ってにんまりの顔なんすか、そうこれもめっちゃ俺うますぎやみたいな感じ、いや俺負けだった、一巻負けだったけどな、なんか変なことされてん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 みたいな表情かな、いや違うね、が第1巻、あーもう第1巻で勝負しちゃうこれさすがに、いや俺はもうそれしかないっすね、俺知らんもんだって俺そんな知らんもん、考察する要素ないから俺サイドは、これは絶対勝ってるわ、分かれましたね、うん、これはね喜んでるよ絶対、だって笑顔やもんだって、いや笑顔って言われたら笑顔なんですけどまあ引きつった笑いって捉えられなくもないからまあね、うん、じゃあ確認してみますね、はい、正解はこちらです、ダイジェットで、うん、この場面火力が必要なんじゃないんでじゃあドヤ顔してるやん、どっちの顔今この場面火力が必要な場面じゃないどっちの顔これ何がちょっとどっちえ何これはそのどう転ぶこっから分からんからこれがプラスかマイナスかこっからどうなったやろこれまあでも相手の行動は予想通りで多分この後いい感じになるよね、多分ダイヤアークとか打つんじゃない、じゃあ勝ちってことか、一応多分、うん、じゃあ確かプラス1点プラス1点きたいやそんななんかあれですけど、あの表情するような場面でもない、そう全部想定通りになってるし、あの予想してきたと飛んできてるし、多分予想したダメージやし、急所とか当たってないし、じゃあ第8問こちらですこれはもうあれやん、その揺れすぎてさ表情判断できるレベルではない、ちょっと口が口が重くてなっとるのしかシルエットから答えられんしこれはどっちやねん、これは、いやこれ負けですね、はい、か衝撃の行動をされてなってるシーン、これは負けてるかさすがにこれ負けて、これマジどういうことなんこれほんまに、口尖ってるしね、うん、だから若干なんか白目も向いてないですか、うん向いてるね、いやでもいや泣えるときこんなことない、いや勝ってるかこれいやこれ勝ってるわ、勝ってる、いやこれ勝ってるわ分かった、負けてるときこんな表情せんもんこれ絶対、
はい、じゃあ答えお願いします。こちらです。練習歩きに決めていった、この男無限的な大物と決まった、耐えるか耐えるか倒せるか倒してる倒してる倒してるわ。倒して喜んでるのか、倒して喜んでる結構分かってきたぞ、急に傾向掴んできた。全然掴んでないけどな、ここまで来ても今のところ多分ビアさん勝ってますから。いや、そう、余裕ですね余裕で負ける。後半めっちゃ巻き返してる。じゃあ俺予想していいっすか、うん、ビエラクイズつっといて最後多分全然関係ないもんで、うん、ほんまに。はい、9問目でじゃあお願いします。最後いきます。こちらです。普通普通だったしかもこれ古いな、ちょっとこれは古いけど、これ負けてるよさ、あんの逆に。だってグッドやで、これ。いや俺もさすがに勝ちなんですけど、これで負けてることある、グッドで。俺さすがに勝ってるよな。なんだ、いや勝ちだな。いや相手が上手すぎてこうしてんのかな、グッドゲームみたいな感じで相手が上手すぎて。さすがに勝ってるなこれは。勝ちです。しますか、じゃあ。はい、じゃあ答えはこちらです。世界一つまんねえコラボ企画取れたわこれ世界一つまんねえ対戦、これが俺ららしいかもしれん。もう今最も熱い男との対戦やんけ、お前。負けてるし、だから負けてんのかこれ負けた時にこれしてんのなんで意味が分かる、自分意味が分かる、マジでこれ何のこれやったこれマジで分かんない、これをなんでグッとしてか分かんない。これね、僕も見ましたよ、この動画だな、これな、はい、TOD さん負けてるんよ、これ、うんうん、で、あゆみさんの方がなんかちょっと荒らされるっていうちょっと荒らされてませんでしたそうやったっけなんかつまんねえやみたいなあゆみさんでもなんか結構コラボ対戦で TOD してるイメージあるけど、他の人と対戦するときはそれが良さでもあるからな、うん、彼の、うん、というわけで、いかがでした。いや、おもろかったわ、マジで全然わかんなかった。でもなんかちょっと後半分かってきたわ、なんか雰囲気がね、うん、掴んできた、自分のあれを。そう、いやこの表情さすがに負けてるときせんなみたいな。あー逆にね、そう、うん、掴めたからいやこれで多分第2弾ありますよ第2弾多分無限にできるもんこれ。他のね人とかも読んでやりたいときもあるね。あ、人数、回答者側の人数増やして、全然4人ぐらいおってもね、うん、いいもん。確かに、なんなら別の人でもいいしな。確かにね、バンビー君とか割と表情豊かだし、うんバンビーさんは分かるやろ勝ってるか負けてるか、さすがに顔だって映してる人が少ないから、ね、うん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。また対戦が気になる人はビエラさんの対戦動画見てみてくださいこういう顔してやってんだみたいな、大体、うん、あんな顔してる大体俺あんな顔してるのかな。よし、まあ、してるか、はい、うん、言われてる。ぜひね、見てください。見てください、はい、じゃあ、さよなら。バイバーイ